皆さんこんにちは、くるみどりチャンネル略してくるちゃん。今回はこちらのアスプレニウムコブラご紹介しようと思います。こちらのアスプレニウムコブラ、アスプレニウム自体は世界各国熱帯地域700ぐらいの品種が確認されていて、中でも九州地方、沖縄地方、暖かい地方であれば日本にも自生している種類があるぐらい幅広い地域で自生している、親しまれているようなシダ植物の仲間です。特にこのコブラは小型種で、葉っぱが大きくなってもまあ30センチぐらいで、この波打つ感じと艶やかなフォルムがとても人気なアスプレニウムなので、今回はこのコブラを中心にアスプレニウムの育て方をお話ししていこうと思います。まずアスプレニウム、シダ植物なので薄暗いジメジメっとしたところが好きっていう風なイメージ思われるかもしれないんですけど、結構このアスプレニウムは日当たりのいいところに置いていただくと生き生きとすくすく成長してくれます。なので管理場所は春から秋の成長期の間はできればカーテンレース越しの明るい場所、もしくは屋外の軒下などの半日陰に置いてあげるとすくすく成長します。プラスシダ植物なので高温多湿をもちろん好むんですけど、通気性が滞ってしまうと結構根腐れしやすい品種なので、そこは気をつけてあげてください。でシダ植物の仲間なので耐陰性にも優れているっていうのも一つポイントです。明るいところではより一層すくすく葉艶もよく成長していきますが、日当たりがあまり良くないところ、室内のちょっと薄暗いところでも生育自体は可能です。なので成長のスピード具合にもよりますが、比較的置く場所を選ばない育てやすいシダ植物として知っていただくといいと思います。もちろん直射日光では焼けてしまうので、直射日光は避けた場所で管理していただくのと同時に、シダ植物なので極度な乾燥は若干苦手です。なので日当たりのいいところに置いた、だけどエアコンの風は顕著に嫌うので、そういった人工的な風が当たる場所には置かないようにしてください。アスプレニウムコブラについては比較的耐寒性もあるんですけど、さすがに外気が5度切ってくると寒さに耐えられずにダメージ出てしまうので、そこは注意して、もし屋外で管理している場合は早めに室内に取り込む。室内に置いている場合でも薄暗い場所が大丈夫なので、玄関だったりとかあまり日が当たらないところに置いていると、例えば廊下なんかはもしかしたらもう10度切って結構冷えるようなご自宅もあるかもしれないです。そういった場所ではやっぱり寒さにどうしても当たってしまうので、冬場ちょっと暖かいところへ移動する、避難するっていうのも必要だと思います。で、水やりに関しては、土が乾いたらたっぷりしっかり、これを成長期の間に行ってください。で、冬は寒さに耐えしのぐためにこの本体の樹液の濃度を高めたいので、土が乾いてからもう 2,3 日待って、しっかりと本体の水分を使い切ってからぐーっと樹液が濃縮されてから水やりをするようにします。で、その水やりもたっぷりしっかりというよりかは鉢の半分ぐらい湿るぐらいにして、しっかりと乾く環境っていうのは作ってあげてください。シダ植物で一つ皆さんちょっと勘違いしがちなところが、湿度、高温多湿が好きなので土はずっと湿りっぱなしの方がいいっていう風に勘違いしてしまう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、土は基本的に一度しっかりと乾いてから、そして水やりをする、そのスパンは守ってください。その代わりに湿度を好むこういったシダ植物は、この植物全体が覆う空間、この空間の湿度を好みます。なので、毎日こう葉水をしてあげて、葉水でこっちの土の水分ではなく、こっちの上本体を覆う空間の湿度を高めてあげるようにすると、より生き生きと成長するので、そこはちょっと一つポイントとして覚えておいてください。こちらのアスプレニウム、結構細い根っこを縦横無尽に張り巡らせるので、根詰まりを起こしやすい観葉植物だと私は思います。なのでできれば最低でも2年に1度は植え替えをしてあげて、この状態、鉢の大きさをサイズアップするなど、ちょっと土の環境を整えてあげてください。湿度を好みますが、特別水の保水性を高めたような土を使う必要はなくって、普
通に観葉植物用の土、水はけがよく保水性が高い、そういった土を使ってあげて大丈夫です。あとはこちらのアスプレニウム、コブラ含め上手に育てる、綺麗に育てるポイントをお話しさせていただけた、こちらのアスプレニウム、下葉が新陳代謝で新しいものが出れば古いものが枯れるっていうスパンを繰り返すんですけど、下葉が枯れ切った後取れにくいことが多いです。結構他の植物だと枯れた後ポロッと枯れた葉っぱは落ちて終わっていくことも多いんですけど、アスプレニウムは結構枯れた後もしっかりとくっついてしまっていることが多くて、でこの枯れ葉、くっつけっぱなしにしているとそれが腐って病害虫の原因になってしまったりとか、植物にとってあまり良くない影響を及ぼすので、枯れ葉は、取れにくい分こちらがカットをしてあげましょう。その枯れ葉と同様、害虫、病害虫にも注意してほしい植物です。特にその湿度を好むっていうところで毎日葉水をしてくださっている方は、通気性が滞ってしまうとどうしてもカビや細菌の原因になりやすいです。なので通気性が滞らないのはもちろんなんですけど、その毎日の葉水でクリーンな状態の湿度を保ってあげる必要があります。またその葉水によってハダニや貝殻虫などの水気を嫌う害虫、特にコブラはこううねっていたりとか、ちょっとどこかよじれていたりとかで、害虫が潜みやすいっていうリスクもあります。なのでまずは発生させないためにしっかりと霧吹き、葉水で予防をしてあげる、プラス見つけたら徹底的に殺虫をしてください。まずは目視で取り除くっていうのはもちろんなんですけど、それをした後にもう卵だったりとか見えないところに潜んでまだいるかもしれないハダニ、貝殻虫も含めてスプレー等の殺虫剤で殺虫しましょう。徹底的に殺虫してあげないと、結構アスプレニウムは害虫の被害あってしまうと葉っぱに顕著にダメージが出やすく、本体にもダメージが出やすいです。なので、他の植物同様害虫には注意してあげてほしいんですけど、特にアスプレニウムにも気をつけてあげてください。あとは一つ、このアスプレニウム、コブラに関しては比較的乾燥に強いシダ植物です。なので例えば他のシダの仲間でツデイだったりとか、もう極端に湿度を好むような、観葉植物と比べると乾燥に強いので、ツデイほどこう霧吹きをこまめにするだとか、水やりのチェック、そこまで、気難しい観葉植物ではないです。むしろ育てやすいと思います。なのでシダ植物の中でも育てやすい、あと湿度は好みますが比較的乾燥にも強いので、シダを育ててみたいけどなかなかお世話に時間をかけられない、そんな方の第一歩としてシダ植物、最初にアスプレニウムをお手に取ってみるのもいいんではないかなと思います。はい、ここまでいろいろお話しさせていただきました。もう本当に見た目が面白くて、葉っぱ一枚一枚がこううねる感じも面白いんですけど、この新芽が出てくる時、その時シダが一番可愛くって、こうゼンマイ状にくるくるっと巻いた新芽がその後スーッと伸びて、そのゼンマイが開いていく、その新芽の展開も見ててとても面白い観葉植物なので、もしかしたらアスプレニウムコブラはなかなか流通量も少ないかもしれないんですけど、園芸店さんで見つけたらぜひお手に取ってみてほしいなと思います。今回の動画参考になったと思ってくださった方、ぜひグッドボタンいただけると嬉しいです。あとはチャンネル登録もお待ちしております。コメントちょっとお返事遅れていて申し訳ないです。ちょっと体調崩しまして、でも今元気なのでちょっとずつお返ししていこうと思います。まだまだコメントもお待ちしております。はい、くるみどりチャンネル、くるちゃん、今回はこの辺でバイバイ。